ごい気に入ってしまった。気に入ったというか売れる感じが、全ての条件がパチッと合うなっていう。40万50万するんですか。売れる55万。ビジネスライクになりすぎても面白みが欠けますし、ファンタジーを求めても資金繰りが苦しくなるし。マイスカーフ、うちの別注です。これ秘密のその仕上げ見に行かせてもらえるみたいなんで。田中さん、今回どちら行かれるんですか。フィレンツェ今から行きまして、パドバ、ビチェンツァ、ミラノ、スコットランドっていう、結構点々と、あの3年半ぶりなんで、うん、海外から帰ってくる方すごいって言われるんで、活気が、それ体感したかったですし、あとは工場見学結構行くんですよね。なので工場見学を通してお客様とか物作りの良さをこう伝えれたらいいなと思って。はい、なんかどっちかというとあれですか、今回はバイイングというよりはそういうものを感じに行くみたいなのがメイン。そうですね、あのバイングも一部ありますけど、どちらかというとそちらの方が、まあ何してね、あの結構久しぶりなんで。個人的に一番楽しみにしてることっていうとどういうことになるんですか。やっぱりあの僕スコットランドに行ったことがなくて、で僕が大好きなベグ&コーってあの PR チャンネルさんでも何度かご紹介させていただいたベグ&コー の、 そのマフラー、なぜあの素晴らしいのか、滑らかな肌触りなのかっていうのを工場見学させていただけるということで、まあ、それがやっぱり楽しみですね。はい、1万枚とかそれ用で別に半価じゃない。日本人が今イタリアで進歩がないみたいなことを言われてるみたいな話あったじゃないですか。日本って一緒のものばっかり売れるんですって。この型番のこの色とか、向こうが新しいものをどんどん提案しても、売れるの結局こっちだから、ね、要は売れるもの、実績のあるもの、実績のあるものにこうオーダーを集中していくっていう。バイヤーに売ってるのはやっぱりそのバランス感覚なんで、ちゃんと売れ筋は確保します。で新しいものにトライするっていうこのバランスが、果たして9対1が正解なのか8対2が正解なのかはちょっと分かんない、難しいですよね、その時々のこう感覚っていう。でもあの大和さんと話せて、はい、かっこいいものをちゃんと集めながらちゃんとビジネスにしてるっていう意味において、こんな人いないみたいなことを大和さんに言ったんで。いやそんなことないと思いますけどね。いやでもこれ難しくって、もっとうまくやればもっと儲かんじゃないのかなって思うときと、売れなくてもやろうっていうものをやってるから今があるのかっていうのがどっちかわからないんですよ。田野さん的にその田野美学ってどこにあるんですか。僕はあの小売り出身なんで店が好きなんですよね。やっぱり店としてそのイケてるかどうかっていう、来ていただいたお客様にはええやんみたいな風に思われるのがやっぱり基本にあるんで、この店おもんないなと思う時もあるんですよ、自分の店見てたら。先ほどされたじゃないですか、降りた瞬間に外国だよねみたいな、なんかそういうどこでもなみたいな、こう入った瞬間にこうやってふわっとこう変わるっていうのがやっぱ店としてやっぱ必要なんちゃうかなっていつも思うんですよね。今日はここで買い付け。はい、僕たちが世界一のレザーブランド一つと思っているセラファンをちょっとこうピックアップしようかなと。なるほど、はい、行ってみましょう。フランスならではの気品というか、そういうエレガントな雰囲気っていうのはまたイタリアの艶っぽさとはちょっと違う、溢れ出るそのハイクオリティというか質の良さが、やっぱ魅力ですかね。アンディのは今おいくらなんですか。ディアスキン。ディアスキン we have very little now and because it's very expensive。あ、いいですね。高
50万するんですか。売れる52万、55万。まあ、日本にねあんまり入ってきてなくなってるじゃないですかっていうところを考えると、まあ、長くファンの方とかはようやくまたセラファン戻ってきたやなっていうこともありえると思うので、田野さんの感覚ではそのぐらいの金額感だと売れなさそう。本当にね、物が少ない分希少価値もあるので、ちょっとやってみて様子見るっていうのもいいかもしれないですね。物が素晴らしいので、やっぱり物に価値があるので、惜しい、これピックアップするよね、欲しいな。ラグジュアリーね、めちゃくちゃええやん、めちゃくちゃええな。40万出ます、前半でいけるでしょ。あ、前半か、40万前半です、ね、やっぱりあの自然にケミカルも使わずに全部処理してるから、はい、やっぱりちょっとこうマークっていうかね、ちょっとそういうのが残るけど、それはもう両箇所ではないのでと。Natural beauty of this. ナチュラルビューティー見てます。だからそれがもし嫌だったらこっちになるけど、ちょっとやっぱタッチが変わってくるし。これは全然ちゃいますもん。触った感じがもう全然違うから。からこっちがこっちが自然なんですよ。インクって書いてある。そうそう。すごい。俺はコンがやけどね。コン、あ、フランスのコンってちょっと、まあ、じゃない。綺麗。サラサラサラ、ボタン。ちょっと値段が予想よりちょっと高かったので、うん、あとはまあ、あの電卓叩きながら、うん、まあ、ちょっと慎重に考えたいと思います。はい、さあ、今日はこれはどちらに？今からパドバ、僕たちのベルベスト愛がね。そうですね、創業の頃からの夢ですね、はい、それのあのファクトリーツアーに。ミラノよりもこっちだもん。そうですね、おお、フランコさん。あるんですね、50年前のやつ。ほんまもんのヴィンテージを見てるっていう。2007年、はい、やったやつ。スプリングサーム2006。創業、創業年が年のシーズン。これちゃう？そう、これとか。こんなんやったな。でもなんか混ざってましたね、多分。俺のデスクないもんな、そもそもな。すげえなぁ、やっぱりちゃんとしたもんねんなぁ、美意識が。ほんまに美しいもの好きなんですね。だからそれがもう製品に出てるんですよね。そうですね。だからええんや。あ、どうでした、率直に今見て回りましたけど、工場の中。いや、そのベルベストのその製品の美しさっていうのをすごくよく理解できたと思いますね、うん、工場のその作りの過程もさることながら、その創業者の方たちの美意識というか、やっぱ本当に美しいものが好きなんだなっていうような、ちょっと感動しましたね。ちょっと次のなんかこう店を作る上での、あ、なんかやっぱりこういうイタリアのものづくりをもっともっとこう伝えれるような店作りたいなって本当に思いましたね。ちょっと違いますね、やっぱりね、レベルがね、背筋が伸びますね、はい、This is a very good おほう Thank you Very gentleman Really? Yes And I think we had a very, very good relation for a long time. That is very, very important. My pleasure. Thank you. And we can wait for you in next meeting. And we enjoy with a very, very exciting dinner. For me, it's a very important the relation with people. Because, you know, the market move up, move down. That is the market. Thank you very much for the visit. Thank you very much. はあのアルタクルーナって言って、僕たちがこの秋冬かなり推していこうと思ってるレザーブランドです。クオリティの良さを
体感して良さをお届けできればなと思って、はい、やっております。ご説明されてる YouTube YouTube プロダクションセクション、多分こういう型を作ってこうカッティング合わせて最後、ここはとりあえずサンプルルームって言ってましたから、まず最初のサンプルをここで全部上げて思いますけど、そのバルクとか生産はバルクはまた外で一つだけで収めてきれないんで、そりゃそうですよね、どこの皮使ってるんですか、そのトツ皮なの。 Where came from this leather? From Spain, Naples area. Naples? Yeah. 次の、AW も使ってる、使っていただいてオーダーしていただいているスーツ、メインの素材ですね。で、Naples からサンプル上は縫製と、はい、いわゆるフィニッシングですよね、うん、でここは素材の見分けと、あの縫う前の準備ですね、パターンをカッティングして上に上げる、この中でやる場合メゾンだったらそうだけど形が似合うじゃないですか、でそういうのはもう縫い屋さんだけ外に出してこっち持ってきてフィニッシングしてチェックしてって言って、それがポンの、ここにこうピューッと通すとピューッと入っていって厚さを1ミリ以下とか0.8mm ですよね。0.4mm。ポイ。0.4mm。あ、歯がありますね。あ、この歯で。はい。カットしてる。カット。Skin of the new generation。バイオスキン。Yeah。バイオレザーとかっていうのがあって、環境に、ね。新しい世代、ニュージェネレーションの革を作ってる。セイボル、ノー、オンリー、ヒアー、ダー、オンリー、フロン、フード、レダー。このブランドの良さみたいなの見えてきました。いや、もともとその製品がものすごく素晴らしいので、作りはしっかりしてるんだろうなっていうのは思ってましたし、何よりあの一番気になってたそのサステナブルっていうか、っていうところもやっぱりかなりきっちりされてるので、より自信を持って進められるなっていうのが得られたんで、まあ良かったですね。ミラノですね。そうですね、久しぶりの、言うても一番好きな街ですからね。あ、そうなんですか、はい、なんとなくいい感じに都会で歴史があって、はい、でもなんかそんなにこう大都会でもなくて、はい、なんかいいんですよね。出張中でも野球、いやこれはもうずっと僕もやっぱりスポーツが好きなんで、僕移動中もずっとダゾーン見てましたから。あ、え、当然阪神ファン、いや両方とも、私はオリックスで、ジャイアンツ。あ、ジャイアンツ、はい、ジャイアンツ。イタリアに来るのはもう何回目ですか。イタリア自体は2008年からずっと来てるんで、今ほどスタッフの人がいない時は、はい、そうそう、少人数でバカンスじゃないですけど、サッカー見に行ったりね。そうそう、冬はサッカー見に行ったりとか、はい、自社輸入っていうのを投資やってた、自分たちの力でやってたので、はい、まあ、5年間ぐらいですか、ね、最初の方ってやっぱとにかくお金がかかるじゃないですか。いや大変でした潰れる危機もありましたもんね。3年目ぐらいで一つ一回の危機があって、大阪を出す決断をしてリニューアルしたって、まあ厳しかったですよね。今思うとね、よう、あんな危ない橋渡ってきたなと思いますね。タイミングってね、いつがいいかってちょっと分からないんですよね。この時期にやんのっていうことの方がタイミングが良かったりとか、はいはい、ちょっとこう景気良くなったら独立しようとか、はいはいはい、そういう人はあんまり成功しないと思う。なるほど。行く時は行くどこに、今でしょうっていう、はいはい、のは思いますよ。まず今日最初はどちらですか。
スティルラティーノに。スティルラティーノ、はい、居心地もそうですけど、あの雰囲気って本当に唯一無二なんですよね。もともとそのディレクターのヴィンセンツ・アットリーニは、はい、セザーレ・アットリーニさんっていうナポリの、まあ、神様みたいな人の長男さんなんで、その方がやるプランですね。伝統的な作りもそうですけど、その革新的な雰囲気もありますし、すごいかっこいいブランドです、はいはいはい、ちょっと高いんですけどね、はいはい、ボンジョルノ、ボンジョルノ、ボンジョルノ、ハワリュー、ボンジョルノ。 You told me Sertano that Vincenzo's flight is late. Yes, yes, I have already He was flight 9 this morning, late 10:30, yes. あれはピッティのショールームかっこいいな、欲しいなと思ってます。こういうのはこうステラティーノらしいグリーンの面が入ってたりとか、結構ストライプものが今回多かったんで、こういうこうピッチの太いのとかすごいかっこいいですね。いいですね、タッチも最高や、すごいかっこいい。これ売れないんですよね。ボックスブラザーズ、あ、フォックスブラザーズっていうイギリスの名門、うん、中の名門の生地をスティルラティーノが仕立てる。なんでこういうの売れないんですか。おそらくこのスーツ45万はするんじゃないですか、ね、やっぱり紺とかグレーとかっていうのがやっぱ売れるので、うん、こういうの売りたいですね。本当におしゃれな、お好きな方だけですよ、はいはい、素晴らしい生地ですけどね。ショールームでこう生地とかがあるので、こういうのをこうチェックして、この形でこの生地でっていうふうにオーダーしていく感じですね。これヴィンチェンゾがピッティで着てたやつ。いやです。これですか。その生地を。かっこいいですね、うん、全部いい色ですね、うん、素晴らしい。欲しいな、これ。わ、軽っ。仕立てが軽いんですね、これ。そうそう、まあ、ライト、ね、まあ、生地ももちろんあれですけど、めちゃめちゃええな。ドバイ、ドバイ、ちょっと外国モデルっぽいですね。そうそうそう、日本にはちょっと、そうだね。エストラドミッセッタノベルサルバーズ、おーソーリーメネメネ、very pleasure to see you. Nice. Everything okay? Okay, okay. Ciao, ragazzi. Everything okay? Okay, okay. How long time you stay? Tomorrow to Scotland. Ah, tomorrow? Yeah, 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 yeah. Scotland. Yeah, でも今日会いに来たんですよ。Yeah, yeah, yeah. Grazie, Presidente. Yeah, yeah. Yeah. Yari? Yes, of course. Organize 10-15 appointment.Oh, okay. ありがとうございます。どういたしまして。いただきます。See you in Japan. Japan. Have a good job in Scotland. Yeah.、Mm. Okay. Okay. Thank you very much. Thank you. Ciao. Ciao, ragazzi. Grazie. Have a good one. Ciao. Ciao, grazie. Thank you. Grazie. Ciao. Thank you. Thank you.ナポリ人がね、そうですね、あの陽気さで、彼はこう、ね、愛されキャラや、そうですね。コミの感じではまあいつもと、ね、今日はいいですね。ショップもやってますから、はい、いつかも絶対その品揃え日本一目指そうということで、そこまで作らせていただいてやってるブランドですね。はいはいはい、はい、あ、全然どこにいたやろ、すごいですね、このサンプル数全部メンズですよね、すごいですね。サンプルはちょっとこう象徴的なというかシーズナブルな生地を使うことが多いので、実際はじゃあこのジャケットにベーシックな色とかっていうのもあるはずなので、まあそれでこうどう編集するかじゃないですかね。こういうカラーカードが出されると思うので、このジャケットにはこの色ができますみたいな、でサンプルはこれですみたいな、じゃあこれは厳しいからやっぱ紺かな黒かな、まあ1色ぐらいこれ足しとくみたいな、見せたいっ
ていうところと、まあ、残りそうやしっていうところのバランスが難しいですよね、うん、まあ、よく言い方かもしれないですけど、うん、まあ、経営者の顔になるときは、うん、まあ、例えばバイヤーに倉庫見てみって言って、はい、紺のジャケット、うん、白いシャツ1枚もないよって、うん、結局残ってるのはやっぱりちょっとこう派手めな色目のものがやっぱ多いんですよ、うん、はいはいはい、とはいえそのねバイヤーとしてもそのなんか見せるものをお客様にね、うん、おーすごいなって思ってもらえるものもやっぱ必要なので、うん、その辺のまあいわゆるさじ加減塩梅っていうのは、まあ、僕がバイイングやってる時も難しかったですし、はいはい、ビジネスライクになりすぎても、うん、ね面白みが欠けますし、うん、バイヤー目線でファンタジーを求めても資金繰りが苦しくなるしみたいなところは、なんか一方でこう、はい、日本がこう割と同じものしか選ばないみたいな、そうですね、あるみたいな話もあったじゃないですか、はいはいはい、ただ僕日本ってあの結構おしゃれとか平均値が高いと思ってるんですよね、まあ、確かにちょっとこう偏りすぎかなって思う時もありますし、まあ、ちょっとこういうの選んだ方が洋服のこう楽しみ、うん、いや俺はそれ着れへんけどええー、ねー、うん、でも俺は今買うわみたいな、うん、まあ、そういう選び方でいいと思うんですけど、うん、まあ、こう長くいいものを着ていただきたいとかっていう思いがあったりとか、うん、まあ、そうなってくるとやっぱこうベーシックなものを大事に自分のお気に入りとして、うん、まあ、売れていくっていうのは別にすごくありがたいですけどね、うん、やっぱりこういうこうなんか世界観で見た方が、うん、日差しが入ってね、はいはいはい、なんかやっぱディスプレイにかけるその世界の意識ってすごい高いと思うんですね、はい、こうディスプレイしているものをあれが欲しいんですけどって言ったら日本だったらね、うん、ありがとうございます、はい、撮りますねみたいな、現物でつけいいですかみたいな感じですけど、こちらってね、いやあれディスプレイだから、あれがないとこのウィンドウは成り立たないから売れないみたいな、うん、家具のインスが好きで、はいはい、あの僕らの社訓にもなっているテイクアプレジャーシリアスリーっていうのはインスの言葉なんですね、うん、遊びも何でも仕事も楽しく真剣にやった方が絶対楽しいよねっていう意味なんですけど、うん、デザインの鍵とかはそういうこう制約にあるみたいなことが書いてあるんですよ、うん、例えば納期とかコストとか素材の特質とか、それがないと自由にしたところでいいデザイン生まれないみたいなことが書いてあったので、はいはい、やっぱり僕たちも売れるか売れないかとか、納期とかコストとね、いろんなこう条件がある中で葛藤していかないといいバイングができないなと思ってるので、グラッツェ、グラッツェ、ナイスコレクション。 Did you see the new space? いや Did you like? すごいコレクション。ドミニクさんかっこいい、ミラーね、ミラーめちゃくちゃかっこいいです。What is the point of your today's fashion? Outfit is the shirt of Petit Torino, and even the denim is Petit Torino, the rock model. The rock is my favorite model. And this is the shirt for spring summer 24. Mm-hmm. Yeah. Thank you. Thank you again. Grazie. Grazie. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Oh, welcome. Ciao guys, thank you. Good to see you. Very small women. Touch it. It's a platinum. Oh. Platinum type. So is the membrane inside is very very thin. Choice one. Logo sensor. Logo. Small. Not anymore logo, big logo. なんかちょっと売れる気するんですよね。例えばゴルフとかでも、はいはい、やっぱないんでね。うん、塩の香りするけど、なんかロサンゼルスでもなく、サルディーニャっていうのがなんかちょっと刺さりましたね、ここに来ちっと。
Sorry? これ、7万円で安い。いや、もう折れんちゃうかなって、タイヤちょっと言ってるんだけど。我々は車よりもいいなとは思ってます。一緒の感覚も近い。はい。意外に良かったな。ちょっと次のシーズン考えようかな。F だろう。すごい気に入ってしまった。気に入ったというか、売れる感じが自分たちで何とかしたいなっていう思いですね。ランチのせいか売れるようにしたいなっていう。売れそうと思ったのはどういったポイントが特に挙げられますか？まずプロダクトがしっかりしてる、うん、値段もいい、うん、で彼は昔から知り合いというか誰に聞いても彼はすごくこう優秀な方だっていうふうに聞くん で、うんうん、でずっと信頼をしてるんで僕たちも、うん、人もいいタイミングも悪くないっていう、うん、今日本で扱ってるとこはないって言われるので、うんうん、ないっていうのってすごい大きいじゃないですか、うんうん、さっきもいつまでやりますかみたいな話聞きましたけど、うん、来年までなんだよね契約がって言われるとやめとこうかなと思うんですけど、うん、2028って言ってたんで、はいはい、全てのこうなんか条件がパチッと合うなっていう、うん、グジのお客様にも合いそうだなっていう印象ですか？そうですね、うん、イタリアのちょっとこう品のいいカジュアルウェアっていう感じするので、うん、いいような気がします、うん、僕は今バイヤーじゃないので、うん、バイングを次世代の人にこうどんどん移していこうって思ってるんで、うん、まあ僕がね、あ、いいやんやろうやっていうのもちょっとバイヤーに失礼じゃないですか、うん、帰ってバイヤーに話をしてちゃんとやっぱりバイヤー連れてきて、うん、はい、カルティエポーラのシャカーリウイストすごい、これすごいないですか、あのカルティエとハリウイストの間にあるというだけでそのなんていうか、あのブランドのすごさっていうのが分かるじゃないですか、このエルメスの並びなので、うん、はいはいはい、もうちょっと見たかったけどね。まあそうですね、イタリアどうでした今回？いや今回あれですね、まずロストバゲージから始まったので、オーバーブッキングで座席が確定してない、グラスゴー行けるかどうかみたいな、ね、トータル的にはすごい楽しいんですけど、イレギュラーが多い、ね、多いですね。エレベーターに閉じ込められるという判断も初めてです。ああいうエレベーターにはもう幾度となく乗ってますけど、はいはい、まあ噂で聞いたやつに引っかかってしまいましたね、はいはい、まあ、でもあれですね、こうやってトラブルを経験しないと、うん、ああいう時にどうしたらええんかなっていう、はいはい、たくましくなれるんじゃないかなと思います、うん、今回の旅で。今回は岩佐さんはどういう観点で見てたんですか？僕はバイヤーさんが入れてき、あの仕入れてきたものをいかにして、まあ、通販と店舗両方で富士らしさっていうのを伝えつつ販売できるかっていう。で僕の最大の仕事は一人でも多くのお客さんに富士を知ってもらって、まあ、足を運んでいただくことなので。また荷物ロストですか？あ、そうなの。半端ないですね。半端ないです。全員のカバンないですね。そう、全員です。それはひどいですね。いや、なんかトラブルが多い。そうですね、エレベーターとかあって、オーバーブッキングで。そうですね、まあトラブルがねまず、まあ、旅のつきものですけどね。そうですね、なんて言ってもホテルがねすごいですよねベグさんがそこまで用意してくださるんですか？ベグにとってはすごく、グジさんたちはすごいウェルカムなんで。いや、ただちょっとオーダー数がね少ない。あ、なんかあの馬がいますね。はい、オーダー数が少なくて。いや、そんなことないです、そんなことないです。やっぱベグのこのね、あの風合い、ツヤ、なんでしょう、あの感じっていうのはまあ他にないので。特に今ミックススタイルがね流行りなので、イタリアのものとベグのものをミックスするとすごくこう品が良くてかっこいいなと思いますし、スコットランド、特にこの界隈いるんですけど、カシミヤの聖地と言われるんですよね。ああ、そうですね。ベグの方たちが来日した時も、なんかなぜあんなにクオリティがいいんですかって言ったら、ジャストウォーターだみたいなことをおっしゃられてて、いわゆる軟水、これね、フィナンシャルタイムズでも取り上げて結構話題だったんですけども、軟水でクリアウォーターって言われて、大体ヨーロッパって硬水ですもんね。クリアウォーターで洗うからすごく
ていうんですか、発色がいいんですね。あ、英国製のカシミヤってイタリア製と比べるときっちりと編まれて目が詰まってるっていう認識ありますけど、まあこっちの人はやっぱりあのそのカシミヤのニット、いわゆるあの次世代おじいさんが持ってるものをその孫が着るぐらいまでずっと家できちんと洗って手洗いして孫の代までっていう、そういうものを大事にするっていう感覚もありますよね。そう、素敵な文化ですよね、そう考えるとね。綺麗ですね。いただきます。久しぶりですか。ええ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 ベルベースでもご覧になったと思うんですけど、はい、これアーカイブ、アーカイブ見ていいですか。もちろん。1950年ですね、ベグのグループの工場ですね。すごいですね。 We've been producing textiles since 1866.1866年からですから More than 150 years. ここよりもまだ100年ぐらい前ですね。 Lindsay's one of our There are 11 of us now. There's 11 of us now. コレクションボードに従ってコレクションが作られていくわけなんですけれども、こんな感じってこうデザイナーがこう作っていくじゃないですか。でこうデザイン完成したらこの CAD でそれを組んでいって、そのデータがそのまんまもう機械に飛んでいくシステムになります。意外とすごいコンピューターでバーッと。And this is our cashmere fiber, if you want to. これカシミヤの原毛ですね。柔らかい。And the darker fiber from the animal here. So the white would be used for pastel colors or bright white products, and the darker color would be used for the black or dark brown grays. How big is the cashmere? The goat, yeah, it's probably about this. Sweet. Yeah. Sweet. Yeah. So when you wear a scarf around your neck, and the tassels are the warp, and the design is the weft. これすごくベグそのものにはすごく歴史の長い工場ですけども、すごくトラディショナルな伝統的なやり方とモダンな機械と両方備え付けてます。この機械はたった8年。おこれさっき見ていただいたカシミヤのその衣服ありますよね、はいはい、あれコーンにこうやって入れるじゃないですか。でこれ全部引っ張ってきて、でこれずっとつないで、こっちからずっと糸がね流れる糸が綺麗です。この辺がねキラキラキラってしてるじゃないですか、はいはい、やっぱこういうトラディショナルないいカシミヤがいかにこう手がかかって作られてるかっていう。いや飽きないですもん、見てて、ね、綺麗ですよね。綺麗。これは全部だから100年物の機械。グレーとしてめっちゃいい。びっくりするわ。いいっすね、ものづくりって。うん、横糸です。あいいっすね。わすげー、サブイボ出ますね。おー、マイスカーフ。おー、すごい。おー、すごい。うちの別注です、これ。ドンキの。どうした、色は。いや、最高ですね。でこっから洗ったりとかフィニッシュしてめちゃくちゃ良くなるみたいな。あーなるほど。今なんかすごい硬いみたいですね。はいはい。歯切れとか余分なもの余った色とか 100% リサイクルに使います。4本とか5本でこのフリンジになるはずなんですけど、でこれ4本で
よりをきつくして。これでフリンジが出来上がります。これあのフィジーって飛び込みがあったりするのを全部外して一本一本取って、こういう修理の部分も全部きちんと人の目で見て手直ししてるんで、やっぱ手がかかりますよね。クラフトマンシップですよ。この状態から綺麗に戻るんですか？戻ります。Wow, congratulations for 50 years. Thank you. 50年です。プロフェッショナル。これ糸何だと思います？アンスメル。まあ普通のウールかなと思ってますけど。No idea. ラン。They say it's the best cashmere in the world. ベストカシミヤ。ベストカシミヤ。In the world. ベストカシミヤ in the world. Yes. 感じです。This is cashmere. This is cashmere. Really? Yeah.折ってる段階ではまだその柔らかさとかその風合いタッチっていうのは全然関係ないですよ。ここまではまだ動物のいわゆる獣の毛ですね。だからこれ油が入ってますし動物の匂いもしますし、で硬いだけど、これがいわゆるシャンプーリンスをして揉まれてで綺麗になっていくっていう、ここからです。もう一回いいですか、はい、Once more メモリーするメモリーどうでした、どういう感じだったんですか。最初触った時あれコットンキャンバスかなっていうふうに思ったぐらいですから、うん、このベグのその秘密のその仕上げ今から見に行かせてもらえるみたいなんで、うんうんうん、洗ったものを今度いわゆるもみ洗いみたいなもんですね、押しもみみたいなものなんですけど、ガーメントそのものをこうやってこの中に入れて揉むんですよね。でそうすることによって風合いが変わってきます。この機械は102年間、ああ、そう、so cashmere only comes into this department and the natural teaser picks the fiber from the body of the cloth。こうなる。でもね、問題はですよ、これ黒を描くと黒い糸が残っちゃうんです。毛糸が Light colors on a Monday, darker colors on a Friday。 明るい色が月曜日、暗い色は週末に向かってどん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 暗くなってくる。へー、これが新しいやつです。これ1本で約200個のアザミの実、これ1ドラムに36本これが入ってます。だから1つのドラムに7000個入ってるわけです。ここは刺繍が必要だったり、それからラベルを縫い込んだりとか、最後のこう手付けしたりするような場所の、そういう場所です。いや、よかったですね。いやー、すごいな。こっちの方は正直感動するかもしれないな、ピッティよりな、みんな。だから物を大切に扱うのすごいですね、そうですね、工場。まあ当然のことかもしれへんけどね。It's made as a single item. Whereas, when we have something...一枚一枚作れないんですよ。一回折るのに縦糸張って横糸でこう折っていくわけですから、これで色を変えるのにまた4時間かかります。横糸のプログラミング変えなきゃいけないから、オーダーをもらって作る、そこのバランスをこうやらないと、まあ、利益が出ないっていうことですよね。これがファクトリーアウトレット。そうです、ファクトリーストアですね。だからあのアウトレットではないです。シーズナルのものであるっていうのはこっちに対してですね。これ過去のデザインとかがありますし、明らかちゃうでしょ。お二人としてはなんかその日本のこのファッション界もそうだし、そのグジとしてもこうどうなっていってほしいみたいなのってあったりするんですか。日本人
てやっぱりこう編集力が、まあ、世界一優れてる、うんと思うんですね、はい、そのセレクトショップって世界各都市のいろんなブランドを独自にこう選んできてでそれをその好みのテイストに編集をしてお客様にまあ提案すると、うん、でそのクオリティが極めて高いのが日本人のまあ特徴というか特性で、うんまあ、日本人が保守的やとかっていうのは僕は全然保守的ではないと思ってて、うんうん、僕らが扱うブランドさんがクラシックなその提案からモダンな方に行ったりとか、うんうん、テイストが変わっていってて変化してるのを僕たちの方は逆にそのブランドに変わらないでほしいと思ってることの方が多いんですよ。どっちかっていうと、うんうん、技術を継承して洗練させて、うん、その高めていってほしいというか、うんうん、落とさないでほしい、うんうん、それっていい、ね、多分日本人の編集力が優れすぎてて、うん、そういう変化していくものっていうのはより優れているブランドとかデザイナーとかを見つけることができるので、うん、なので求めてないっていうただそれだけやと思うんですよね、うんうん、日本のチャンスじゃないですか、うんうん、だってものづくり大切にしたりとかと一緒ですけど、うんうん、違うことを着目できるチャンスではないかなと思いますけどね、うんうん、改めて田野さんのこんなところがすごいなみたいな思ったところって何かありますか？何やろう、ボディーランゲージすごいですねリアクションイタリア人とかにも気持ち伝わっててすっごく愛されてるじゃないですか、うんはいはいはい、そうやってこうなんか万国共通のもんあんのかなまあもちろんね商売は3年半よりすごく大きくなってきてはいるんですけど、うん、次の勝負を考える出張になったんじゃないですか、うん多分はい、ちょっと前と違うところは自分だけでやろうとしてどちらかというとかえってそのメンバーたちに考えてほしいっていう感じのスタイル変わってきてるんで、無事変わると思いますよ。変わってくると思いますよ。新しいスタッフさんの力で。たまに言ってますけど、うん、自分は運ええ方やと思ってると思う。自分が必要としてる時なタイミングで必要な人とか必要な場所とかが、うん、タイミングよく現れてくれるって、はいはいはい野心っていうよりかは縁とかでタイミングで来たものを大切にするっていう、うんたまに言ってたんですけどね昔、うん、方向性合わへんかったら別れんのも一つの手やでとかって、うん、僕そんな思ったことないんですけどみたいな感じなんで、はい、ですんで僕もまだまだ一緒にやりたいなって思いますよ、はいうん、会社のテーマってあるんですよ、うん、楽しく真剣になんですよそのなんていうんですか一番の人が田野やと思うんですよ、うんを切れるのかちょっとモーニングコールしようなThank you. ベグのニット工場ですよ憧れのホビックにチップス時代からスコットランドのニットをすごい愛用してまして、うん、その聖地がここですねスコットランドのホウィックのニットっていいんですよなんか素朴なこの感じが、うんうん、なんかちょっとわびさびがあってね、いいんですよねしっとりしてて、はい、Oh, that was coming down to try and drink you. Nice to meet you. Welcome. Thank you very much.憧れなんすか？そうですね、僕たち洋服屋特にイギリスの洋服を好きになった人はホーウィックという名前だけでもブランドなんですよ町自体がいくつも有名なニット、工場ありましてその中でもこう、来たかった工場の一つですね、はい、彼女アンライリーですけどアレックスベグの中ではアレックスベグはもともとありますけども彼女がベグ&コーっていう名前を作って、うん、彼女が立ち上げてるっていうで今彼女はこっちのホイックのこっち側に住んでるので主にこのニットを担当してるっていうそういうことですねなるほど、うん、We workAnd primarily with Todd and Duncan from Kinross, who's the cashmere supplier. The thing I love about this is the smell and the touch. Still in the yarn, which makes it work. Cashmere の糸はほとんどがいいです。いや、トッド&ダンカンやん。トッド&ダンカンがメインです。すごい。柔らかい。Soft. Very, yeah, very delicate. ああ、デリケート、ほんまや。So,
オリジナルのカシミヤギのあれば 3.5 から4センチメートルですね。Yeah. Yeah. それをこう合わせてこう、うん。ああ、なるほど。だいたいそれぐらいが平均ですか、うん、その3、4センチっていうのが1本あたり。いや、それはいいカシミヤですね。いいカシミヤはそれぐらいあるってことです、はい、長いってこと。安いやつはもっと短いですね。粉というか短くて。はい、This is one of Alex Begg's iconic styles. So this is in Kashmir. 2週間かかるわけですけれども、その2週間前のまず編み立ての状態ですね。これが横編みの機械で、これそうですね、これは。ベントリーコットンっていう機械の名前なんですけども、機械そのものを作っていたのはドイツ。ドイツとイギリスの合併の会社で、今で95年目ですけど、ほとんど100年ですね。100年前から作ってる。やっぱりクラシックなものはやっぱこの機械が一番いい、この風合いが一番いい。これ2プライです。ここでこう修理、またチェックが。モーニング。リズィーズ one of the most skilled ladies. 30年ぐらい修理全部ここでされていて、彼女がだいたいこのニッティングスキルの中で、この工場の中ではほとんど1番か2番手です。へー。この編んだ後にやっぱりこうほっこりとかなんかいろいろほっことかっていうのがあるんで、これやっぱりきちんと修理して、洗っちゃうともう取れるんですよ。 Some garments are washed before they're put together, but the beauty of washing cashmere isEvery color is different. This is a washing machine, right? Two washing machines here, and this is a tumble dryer. Tumble dryer. Yeah, exactly the same garment, but this one took much longer to wash than this one to get the feel. And it's the touch we're looking for. It's color. Yeah. So, is it soft enough, or do you think it needs more time in the machine? どうですか？これまだもうちょっと洗った方がいいですかって。洗った方がいいです。Some more? Yes, correct. Well done. You can come and work here. Thank you. Okay, so パーツで洗ったものを、いくつかのパーツで洗ったものをここでリンキングで引っ付けていくわけですよね。これね、すごいですね。あれで編んでいってつなぎますよね。そうするとまだ最後の部分っていうのがきちんとしつけができてないんですよね。ここの例えば、まあ、こういうところにタックを入れてこう止めたりとか、このガゼットじゃないですけど、こういう部分に最後の補強をするところですね。We're working on the day.Just one final thing, you asked about whole garment, first time in the collection. Shall we have them? Have I? Okay. This is 38. I think this one is the one that you knew well. めちゃくちゃ気に入ってます。He likes so much. That was from the very first season, wasn't it? The first women's, yeah. It's natural eerie silk mixed with natural undyed. Feel is very nice and it comes in a completely... エクリの方はカシミヤのアンダイド。で、このオレンジはシルクのアンダイド。オリジナルの色なんですか？Yeah, so this is like the natural undyed color of silk. やっぱりもう一番何が知りたかったって、このなんとなくその違うっていうフォビックのセーターっていうのがすごく気になってたんで、まあやっぱりその水だったりとか、まあそういう人だったりとか、そういうこう地域性というか、その土壌によって違うんやなとか、まあ、もちろんイタリアのねニットもソフトで柔らかくていいんですけど、違いっていうか個性っていうのがねいいなと思いましたしね。ものづくりっていいですよね、やっぱりね。9日間ですかね。そうですね、9日、9泊11日。終わってみればあっという間でしたよね。やっぱり
イタリアっていいよな、パッションで楽しいなと思いましたし、何より今回の目的って、ものづくりっていうのに触れたいなっていうのもあったんで、作る人のパーソナリティがものに反映されてるっていうのはすごくいいなと思ってて、結構いろいろ前に進みそうな可能性があるというか、まあこの旅を通して結構バランス的な話をよくしてたと思うんですけど、前へ前へ進めたいっていう思いもあれば、ちょっとやっぱりね、一応経営者として慎重に進めないとダメだっていうところはやっぱりこうこっち来るとテンション上がるじゃないですか。今回、岩佐さん、西出さんと回られてたと思うんですけど、この2人にお話伺って、宇治はもう新しいフェーズに移るんじゃないかみたいなことをおっしゃってて、田野さんがよりこう経営的な部分に注力できるようになってきているので、期待を感じている感じでおっしゃってました。なんかその、自分に聞かせてるのは、もう老害だけにはならんとこうと思って、自分たちなりの、その、なんか、思いっていうのを持ちながら前々こう進めていく推進力になってほしいなっていうのは思いますけど、まあ、新店出店、まあ、具体的に名古屋とかこのご時世これでええんかなとかって葛藤はあったんですけど、やっぱ来てみてアグレッシブに行った方がいいなっていうところではちょっとは晴れたかもしれないです。やっぱり間違ってないな、行くべきやなっていう、まあ、そんな葛藤をね、たくさんそばで見てきている2人が、まあ、最終的にはやっぱり佐野さんにずっとついていきたいです。言ってました？言ってました。いや、まあそれはすごいありがたいですけどね。嬉しい反面、まあでも将来的に違う道を歩むっていうことは別に消極的なことじゃないと思いますし、なんか今ね、代表としてやってますけど、いつもなんで俺今こんなんやってんのかなっていつも思いますからね。昔の自分、僕しか知らない人は多分びっくりされてるんじゃないですか。積極的に前々行くタイプでもなかったですし、学生の頃から先生にももうちょっと自分の意見出した方がいいんじゃないのってよく言われてましたからね。だから変わる瞬間っていうかチャンス、絶対ついていこうと思ってくれてるとしたらすごいありがたいですけど、それに縛られるとチャンスを逃すことになるかもしれないので、西根さんなんかは最初は独立するつもりでグジに入ってたんですけど、最初にそれを諦めたのが田野さんの接客を見た時に、大して接客しませんからね。使命感とか全くなくて、そういうふうにこう、あ、次何かしたいな、これしたら面白そうやなっていうのが好きなんだと思います。それを佐野さん自身が多分一番楽しんでるっていうことは、そういうのあるかもしれないですね。なんか次の宇治の未来がなんか本当楽しみな。そうですね。じゃあ5年ぐらいで宇治はどんな風に変わっていきますか？いやー、5年後どうありたいとか10年後どうありたいとかって本当にないんですよね。でも毎日頑張ってると想像もできなかったようなその5年後になっているような気がするので、自分の思うように頑張りたいなっていう。ただそれだけですもんね。